インナ南ンジリは、中華民国の革命家、政治家。中国同盟会以来の革命派人士である。字はト、弟は陰南寺高。孫娘にンキがいる。上海新丹大学を卒業し、日本に留学して、早稲田大学政治経済科に入学した。この時、中国同盟会に加入している。卒業して帰国すると、湖北法政学堂教習に任命された。 中華民国成立後に統一共和党で常務幹事となる。1913年衆議院議員に選出された。しかし二次革命で孫文に組みして敗北し、日本に亡命している。日本では革命派の軍事学校である高年度の創設に携わり、さらに翌1914年王子研究会の発起人に名を連ねた。同年帰国し、 自治新法の設立に携わる。1916年7月27日、北京政府財政部次長処理に任せられる。しかし、翌年4月、制度工場から賄賂を受け取ったとの疑惑をかけられて、逃亡し、孫文らの関東軍政府に合流した。1920年、経外実業交通事務所所長に任せられる。後に、チャンス省銀行総経理となった。 国民政府では、1927年5月2日に、復権省政府委員に任命された。8月には、国民政府財政部国税特派員、10月25日には、復権上運賜もそれぞれ兼任している。翌1928年8月27日、これらの職を辞任している。1932年1月7日、国民政府分担どころ3次に任ぜられた。 後に職を離れ、上海で会計士となる。その傍ら、旅子前節公開主席団主席、東北義勇軍公演会場無理事を務めた。日中戦争勃発後は、四川に移って活動を続けた。晩年は諸賀を楽しんだという。1940年、生都市で病没。去年58。ありがとうございます。